島田陽子。本年度アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞、映画賞を総なめにしたヘレン・ミレンの演技を世界中が絶賛。1997年に起こった王室を揺るがす交通事故。速報です。イギリスのダイアナ元皇太子妃がパリで交通事故を起こし亡くなりました。31日未明、パリ市内のトンネルの中で。世界中が泣いた日、たった一人涙を見せなかった人がいた。世界中が涙したもう一つの真実、クイーン。私の人生が長くても短くても生涯公務に我が身を捧げることを皆さんの前で誓います。1947年、21歳の誕生日にはすでにこう宣言していたエリザベス王女。父ジョージ6世の死去により、25歳という若さで女王に即位。96歳で亡くなるまで、まさにその言葉を全うした。そんな女王が元皇太子妃ダイアナの自由奔放な生き方を受け入れるには、多くの葛藤があったに違いない。ダイアナは王族から外れた後もスキャンダルが絶えず、一方でその美貌と様々な慈善活動により多くの国民から熱狂的に慕われていた。パパラッチに追われて不運の死を遂げた彼女に対して、すでに王族ではないからと沈黙した王室。国民の不満が膨らむのに時間はかからなかった。王室のあるべき姿を何より最優先し、戦後の大きな混乱や変革の中でも国民に寄り添ってきた日々、それをあっという間に覆されるような危機を女王はどう感じていただろうか。エリザベス女王はダイアナの事故から5日後にテレビ放送を通じて哀悼の意を示した。私は彼女の人生と彼女の死によって生まれた感情から学ぶべきものがあると信じています。そして私は皆さんと共に彼女の思い出に寄り添い続けます。8日に亡くなったイギリスのエリザベス女王の遺体を納めた棺は14日ロンドン中心部のウェストミンスター宮殿に公開安置され、夕方から一般市民の弔問が始まりました。イギリス BBC によると、弔問の列は14日深夜の時点で 3km 以上となっていて、さらに参列者は増えるとみられています。棺は国葬が行われる19日朝まで公開される予定で、国葬には世界の元首らが500人規模参列する見通しです。